お足元と客引きには十分注意してすすきのの楽しい夜をお過ごしください。多くの観光客が訪れる札幌雪まつりが2月4日から開催されるのを前に、警察官およそ60人が札幌の繁華街すすきのをパトロールしました。地域住民や観光客らの安全を確保することを目的とし、客引きや違法駐車の取り締まりを行いました。すすきの地区の人出の増加に伴って客引きなどの苦情、これも発生しています。違法駐車、これもたくさん見られるところで、駐車っていうのは交通事故を誘発するという側面もありますので、そういうことにならないように我々の方で警戒を強めていると。